こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、長いようで短かったゴールデンウィークもいよいよ今日で最終日。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。今年は事情が事情なので、お家で過ごされている方が多いかもしれないですね。ですね、私も基本的にはオンラインゲームをしたり、本を読んだりして過ごしていたのですが、一日だけ用事で外出しないといけない日がありまして、その日はついでに、ハードオフにも行ってきました。マジで、行動範囲がハードオフしかなさそう。このゴールデンウィークに関して言えば、まさしくその通りです。で、ついでにいくつかフリマアプリやオークションでいいものも見つけたので、とりあえずゴールデンウィークの振り返りという意味も兼ね、ゴールデンウィーク買い物報告動画なんかを作ってみようかなと思いました。割といろいろ買ったんですか？ほぼすべてが1000円以下のジャンクではありますが、キーボードを中心に5点ほど買い物をしたので、今回はそちらをご報告させていただこうと思います。では早速ですが動画の方入っていきましょう。まず1点目の購入物はこちら。今回一番点数の多いキーボードの一つ目、こちらはエレコムさんの86キータイプのキーボードになります。あれ？普段テンキーレスを買わない同行者さんが珍しいですね。詳しくはこの後話すけど、ファンタグラフってことと、あとは見た目がかなり好きで購入しちゃいました。お値段ハドフで330円。スーパーリーズナブル。ちなみに型番等に関しましては、こちらは TKFCP26 という製品のようです。で調べてみたら、おそらく2011年に発売された商品ではないかと。ちなみに元のお値段は3300円だったようです。事務用としては一般的な金額くらいですね。で特徴としてはまずパンタグラフ式であるということ。ノートとかでよく使われるやつですな。他にもラバー製の高さ調節スタンド、自立可能な構造、オリジナルフォントってのが売りみたいです。スタンドとか自立可能とかはわかりますが、オリジナルフォントっていうのは面白いですね。ちなみにじっくり見ましたがあまり違いがわからなかったです。で、購入したきっかけになるんだけど、ノートパソコン用に一個小型なキーボードが欲しいなーってずっと思っていて。で、最近流行りの超小型無線タイプみたいなのも検討したんだけど、お値段が結構するんですよね。で、ちょうどいいところにこいつが現れたという感じ。ちなみに今は裏のゴム足を出していますが、割と本体全体通してがっしりとしていますし、ゴム足も外に向けて開くタイプで面白いんですよね。割といい感じに傾斜もつきますし、何より滑りません。パッと見た感じだと、状態も結構良さそうですね。そこまでひどい使用感はないですし、印字も残ってます。簡単に掃除してあげればすぐにまた現役投入できそうですな。ということで1点目、エレコムさんのパンタグラフ式、86キータイプのキーボードでございました。では次の商品に行ってみましょう。またまたキーボードですが、こちらはアップルさんのキーボード。ジャンクでお値段2000円にて購入です。ちなみにこれ、私が結構探していたキーボードでもありまして。アップルさんのテンキー付き、有線タイプのキーボードなんですよ。なぜこれを？はい、まず特徴として、この頃のアップルさんのキーボードは結構ボコッとしたキーをしていましてね。そのうち心地が個人的にはめっちゃ好きなことと、あとはこの背面についているのですが、本体背面の側面側に、両側で2ポート、USB のハブとしての機能がついてるんですよ。おお、これはめっちゃ便利そう。実際これが決め手と言ってもいいのですが、ここにマウスのレシーバーとかを挿してあげれば、超コンパクトにまとまります。やはり今でもファンが多いのか、中古やジャンクでもお値段高め、中古だと5000円以上したりするので、この2000円という価格で購入できたのはラッキーでした。これも、さっきのと同じで、かなり状態は良さそうですね。簡単にメンテナンスしてあげればすぐに使えますな。では次の商品ですが、またまたキーボードになります。いや、どんだけキーボード買うんですか？これは特別、そうこれは特別なんです。はい、もう見る人が見たらわかると思うのですが、こちらのキーボード、KB3920 になります。え、これだけでわかる人がいるんですか？絶対います。なぜならこのキーボード、その名前で検索してみますと、数多くのサイトにてこのように言われているんです。世界最速のキーボード、名機、と。
何ですか世界最速のキーボードって。はい、調べても元ソースなどは明確ではなかったので、ある意味神話的に語り継がれているお話なのかもですが、どうやらこのキーボードが、日本語ローマ字入力で世界最速の記録を叩き出したキーボードなんだそうです。めっちゃすごそう。ちなみに私がこの前上げた動画、こちらのメンブレンキーボードの動画でも、メンブレンといえば KB3920 とか、KB3920 みたいでいいですね。というコメントが来たので、ある意味メンブレンの一つの指標として扱われているようなキーボードなんだということがわかります。で、今回購入したこちらの KB3920、お値段ですが、青箱100円で売られてました。世界最速のキーボードが100円。それだけ当時流通したということですかね。あと、これも状態はすこぶるいいと思います。まず目立った汚れが日焼けしかないんですよ。キートップにもひどい汚れやエンジンのかすれなども一切なし。青箱キーボードによくある、背面の足がなくなっている、などの症状も全くなく、最近入荷したのかな、という感じ。今回のジャンクキーボードは、どれも状態がいいですね。割と当たりの商品が多かったのではないかと。で、前回動画でレビューしたキーボードなんですが、この KB3920 の OEM とかじゃないかというコメントがありまして。確かに若干の印刷などの違いはあれど、本体の形状が驚くほどに一致してるんですよ。背面を見ても同一商品だと言われてもおかしくない感じ。もしかしたら前回のやつは本当に同じ型とかで製造してるかも。キーボードのケーブルを通す部分の形状まで完全に同じですね。ただ、若干の違いがあるとするならば、キーの打ち心地が違います。これは KB3920 の経面劣化か、もしくはさすがにそこまでは再現できなかったか。なんというか、KB3920 の方がキーが軽いのと、キーの深さが若干浅い感じがしました。打ってみると、若干違う感じですね。あと大きな違いは KB3920 は PS2 接続です。まあこれは時代柄ですな。変換アダプタもあるので問題はないです。ということで、3点目の購入物は、世界最速の呼び声高い KB3920 でございました。これはいずれ別動画でメンテナンス、分解、あとは日焼けを除去する動画をやろうと思っています。で、とりあえずキーボードはここまで、ここからはキーボード以外の購入物になります。次の購入物はこちら。ネンドロイド。ついに、フィギュアに手を出したんですね。これはもう仕方ないです。なんたって私が霊夢です。まあそうですね。基本的にフィギュアは集めると絶対増えると思っていたので、欲しくても手を出さないように気をつけていたのですが、このネンドロイドが1300円という破格で売られており、箱に傷汚れありとのことだったので、基本的に展示しちゃうし、いっか、って感じで買いました。この横棒みたいな目がめちゃめちゃ好きです。組み立ててみると、こんな感じでめちゃめちゃ可愛かったです。これは今後動画の片隅とかに移していこうかと。確かに可愛いですね。フィギュアは昔集めていたんですが、増えすぎて友人に譲って以来初の購入。ネンドロイドが予想以上に可愛かったので、今後は少しずつ集めてみてもいいかなと思いました。1年後にネンドロイドだらけになるのだった。私もなんとなくそんな感じがしています。では次の購入物を見ていきましょう。次の購入物は、ノートパソコンになります。こちらは通販で動作はするけどジャンクで売られていた商品になります。この IBM のロゴだけでわかる人もいるかな。ではすべて開封しまして、こちら本体になります。今回購入したのは IBM 時代のシンクパッドになります。あれ？シンクパッドってレノボさんの製品では？最近だともうそういう認識で間違いはないのですが、昔は IBM さんが製造していたんですよ。ちなみにこちらも外装、キーボード部分ともに状態はかなり綺麗な方だと思います。キーにはタイプによって若干のテカリが出ていますが、汚いという印象は一切ない感じです。ただよく触る部分なのでしょうがないですが、真ん中の赤いマウス代わりの部分はかなりゴムが劣化しています。まあ、ゴム製パーツなどはしょうがないですよね。これは交換用が手に入るので全く気にならないです。で、CPU と OS のシールを見ると、Windows 2000と Pentium 3のシールが貼ってありました。もう片方の側面にはカラフルな IBM のロゴです。この頃のロゴは今ではもう見ないですね。話を聞くに、
かなり前の製品なんですか？そうですね。こちらのノートパソコンは本体に T22 という型番が入っていたので、それで調べてみると、当時の IBM さんのプレスリリースページが出てきました。カテゴリがノート PC ではなくモービル PC ってのがいいね。発売は2001年のようで、20年前に発売されたマシンですな。てか2001年が20年前ってのが驚愕だよ。かなり年季が入ったマシンですね。このページの記載によると、この当時はペンティアム3は最新だったようで、大画面や薄型も魅力の一つだったようですな。下の方に書いてある 32GB の HDD っていうのが、また時代を感じますね。当時は 32GB もかなりの容量だったんでしょうね。で、メモリは 128MB が標準とのことで、最大で 512MB までとのこと。カスタムによりますがどれだけ入っているか気になります。で、最後にスペックシートを見ますと、本体の裏面には 26,474 の記載があったので、どうやら OS は98みたい。お値段がかなり高めですね。今の感覚だとゲーミングノート買えちゃうくらいなんですが、当時としてはこれでもまだ買いやすかったんじゃないかな。で、個人的に驚いたポイントが、画面のベゼルが超薄いんですよ。マジで大画面を押しているだけはあるなと感じます。確かに20年前と考えると、異次元のスタイリッシュさですね。IBM 時代のシンクパッドは良かった。という方がいますが、このクオリティを20年前に出していたらそれは感動しますよね。ということで最後の購入物は、20年前のシンクパッドでした。正直この時代の PC は成人してからほぼ触ったことがないので、当時の環境の保存用と考えて1台買ってみました。これも別動画にする予定なので、詳しく見たい方は別動画をお楽しみに。ということで今回の購入物をまとめると、シンクパッドとネンドロイド、世界最速のキーボード、KB3920、Apple さんの有線キーボード、テンキー付き、エレコムさんのパンタグラフ小型キーボード、という感じでした。個人的にはキーボードをたくさん買ったので、そのうち打ち比べというか、音の聞き比べなんかもしたいですね。パンタグラフは、あまり紹介してなかったですからね。では今回の動画はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。